な、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 謎解きの時間、謎解きの時間。あ、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 謎解きの時間、謎解きの時間。な、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 じゃあ、たかし、それじゃあ本日もやっていきたいと思います。それでは本日1問目の謎は、焼け胃の代償。焼け胃の代償？なんだろう、事件現場か。事件現場はどこだろうね。見てみましょうか。焼け胃の代償。はいはい。ある夜のこと、小さな会社で経理を担当する男から110番があった。一人で残業していたところ、強盗が入ってきたという。会社の売上金を奪って逃げたそうだが、どこに入っていたんだろう。はい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 。焼け胃の代償。あ？あ、びっくりした。これ反射してるやつか。窓の取っ手がそんなドアノブなわけねえもんな。反射か。びっくりした。まあ、会社の売上金はここだろうな。金庫。はいはい。正解。会社のダイヤル付き金庫が開けられている。中身は空だ。脅されて暗証番号を教えてしまったという。はいはい。でもなんかぽいけどさ。なんだ、この人が犯人っぽいよね、見た感じね。うん。経理の男は鉱石で仕事をしていた。強盗に突然後ろから銃を突きつけられ、振り向くなと命令されたという。強盗はどっから入ってきたんだろう。はい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 。まあ、こっちの扉だと気づいちゃうから、こっちやな。うん。正解。強盗は経理の男が仕事をしている真後ろの扉から入ってきたらしい。あくまで男の話だが。はいはい。ちょっとさっきさ、イラストをさ、なんとなく全体見てみたんだよ。その時に気づいたんだけど、競馬ってあるじゃん。もしかしてこの人 お金に困ってたんじゃないかな。うん。通報を受けて到着した警察は、足跡などの侵入の形跡はないとことから、経理の男の自作自演ではないかと考えた。男の動機を裏付ける部分を探してほしい。これが競馬か。てか、さ、キーボードと、マウスがワイヤレスの、いや、ワイヤレスなのはわかんねえよ。このモニターがワイヤレスどういうこと？モニターがワイヤレスって。まだキーボードとマウスはわかるよ。モニターワイヤレスって何？え、PC のさ、本体どこ？これ何で動いてんの？ノートパソコンだったりすんかな？うん。それか、昔の Mac だったり？しかも経理の男、この人しかいないんか？この部屋。窓際職業なんかな、これ。窓際の。窓際業務なんかね、これ。かわいそうに。はいはいはい。まあ、これは競馬だろうね。パカッパカッパカラッ。男のビジネスバッグから競馬新聞が見えている。平日も競馬をしているんだろうか。相当なギャンブル癖がありそうだ。多分こんなことやってっからこんな窓際に追い詰められるんだよ。多分仕事中もさ、机でさ、デスクの上でさ、行け！刺せ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 ！あーとか言ったんだろうね。うん。やってたんだろうな、本当にそういうの。振り向くなと言われて、ずっと窓の野球を見ていたから、強盗姿は一切見てみません。という男の証言を聞いて、刑事は嘘だと確信した。おかしなところはどこだろう。あ！それがこれかな？一番最初に反射って思ったやつ。これか！うん、最初これさ、窓にドアノブついてるって思ったけど、反射だって言ったよね。これだね。めちゃくちゃ綺麗な窓なんだろうな。うん。そういうわけじゃないか。マジックミラーなんかな、反射するってことは。まあ、普通の窓でも反射するか。うん。そっかそっかそっか、そういうことか。普通に夜だったら反射するもんね。うん。室内に蛍光灯がついている場合、強盗背格好や服装は窓に反射で映るはずだ。そうそうそう。後日、男の自宅から大量の現金が発見され、逮捕となった。はい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 、そういうことですね。うん。もう、使っちゃいけない金をギャンブル使っちゃうから、うん、こんな窓際に追い詰められちゃったりするし。
大変だね。まあ、ギャンブル癖は良くないよ。ほどほどにし？もう障害収支マイナス1億円とかになっちゃうよ。で、お次の問題は、天空の殺意。天空の殺意？なんだろう、天空の殺意？何？なんか、蛇に睨まれたカエルとかそういうお話じゃないよね。たかか。静かなご飯の昼下がり、突如男性が空から降ってきた。一体どっから？はい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 。見た感じ。はあ、綺麗だな。歯並びいいな。見た感じはパラシュートも持ってるから、この飛行機から降りてきたんじゃないかな。飛行機っていうか、ジェット機。とりあえずこっからだよな。はい。せわいよ。飛行機雲がこちら側から奥の方へ伸びている。周りには高い建物もないため、飛び去った飛行機が、落ちてきた可能性が高い。はい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 。まあそこら辺はね、なんとなく分かってよ。イラスト見た瞬間に。なんかそれが天空殺意っていうことは、殺人事件ってことだよな。まあ昨日、基本ね、このゲームに今んとこ事故はないし、殺人事件なんだろうけどさ。どういうことだろう？ちょっと待って。ちょっとイヤホンがさ、信じられない絡まり方したのと、ちょっと鼻が詰まったからね、お時間いただきました。それでは次行きましょうか。男性は何をしている途中だった？まあ、この男性はどっち？バーベキューなのか、こっちの男なのか。まあ、こっちの男でしょうか。まあ、あれだよな、スカイダイビングだよね。正解や。男性が身につけている背中のバッグから紐が伸びている。紐をたどるとパラシュートがあった。スカイダイビング中の事故なのだろう。っていうことはでもおかしなところがあるってことやな。事故点点点なのだろうってことは。なんだろう。今のところも事故だと思ってるけど、なんか細工しちゃったりするんかな。パラシュートが完全に開かなかったのだろうか。しかし調査してすぐその疑問は否定された。その根拠とは？完全に開かなかった。まあでも完全に開いてるよな、これは。だから、すぐに否定されたんじゃないか？不正解。それかバックとか？このバック。このバックって多分パラシュートのバックじゃないか？あれなんだろう？完全には開いてるってことよね？正解！ここ何？俺適当に刺しちゃったけど何これ？パラシュートの紐が片方切れていた。ああ、ほんとだ！切り口があまりにも鋭利すぎることから、糸がほつれて切れたのではないということがわかる。これは事故を装った殺人事件だったのだ。なるほど。はいはいはい。はいはいはい。確かに切れてるな。殺人事件。でもこれ3番目の謎だよな。4番目の謎何？犯人が見つかるの？総合調査の結果、犯人の手がかりになりそうなものが発見、判明した。それは何だろう。あー、これじゃないか？このゴーグル？この男性もすでにゴーグルかけてんのに、もう一つ持ってるよね。っていうことはこれ犯人のってことじゃないか？犯人のゴーグル。そういうことだろう。正解！わっ！被害者が握りしめていたのは犯人のものと思われるゴーグルだった。ゴーグルについていた指紋を照合すると、被害者と一緒にダイビングをしていたインストラクター、なることが判明した。被害者の執念が犯人逮捕に結びついたのだ。インストラクターが殺害した。なんだろうね。まあなんか恨みを買ってたんだろうけど。はいはい。まああれか。同業者なんかな、この人は。なんか旅行客とか、体験の人とかじゃなくて、まあ同業者のか。一緒にスカイダイビングを楽しんでいた仲間で、まあどっかで恨みを買って、こういう事件になったんだろうな。まあね、悲しいね。まあいいや、次の問題行きましょうか。三角関係の結末。まあこれは恋ってことか。恋のもつれ？ちょっと怖いね、これは。ある部屋で起きた絞殺事件。男女3人で夜を明かし、翌朝目覚めると男性1人が死んでいた。3人が寝てしまったのはなぜか。はいはいはい。なんだろう。ま、これは単純にお酒だろうな。お酒。
酒飲むと眠くなるもんね。俺もめっちゃ眠くからホロ酔い一本飲んだらもうグースかグースかよ。テーブルの上にはボトルや缶がたくさん置いてある。3人はお酒を飲んで眠ってしまったようだ。はいはいはい。見た感じワインとかウイスキーを開けたんかね。うん。結構強いなお酒。ワインなんて飲んだらお腹壊しちゃうかもしんない。二人の女性のうち、一人は被害者男性の恋人だったようだ。どちらの女性が恋人だったか、手がかりを指してくれ。それはこれじゃないか？この手繋いぎながら寝てる。はいはい。そういうことだろう。すごい！テーブルの下で二人は手を繋いでいる。二人は恋人同士の可能性が高い。こっそりと手を繋いでいるようにも見えるのは気のせいか？こっそりと手繋いでるな。まあでもそんくらいはね、うん。まあ恋人がね、ちょっと見えないところで軽くイチャイチャしたりとかあるかもしんないからね。まあありえないことではない。まあお次見てみましょうか。まあ三角マンケーって言ったの俺今。危ない危ない危ない。マンケーとか言うな言うな言うな危ない。危ねえまあ三角関係っていうことは、この左の女性がなんか浮気相手だったか、まあ本当の彼女だったかにするんかな。で、こっそりっていうことは左が本命ってことかね。警察を調べて眠ってしまったのは酒のせいではないことが分かった。部屋のどっかにその証拠がある。それこれじゃないか。ちょっとなんとなくイラスト見た時にね、これおかしいなって思ったんだよな。このお薬でしょ、多分。お薬飲めたね。はいはい。まあまあ目立つところに置いてあるな。隠せ隠せ。はい、これはまあ正解ですね。テーブルの下に睡眠薬の瓶がある。酒に睡眠薬が混入されたようだ。また、この部屋の主は眠れないほど悩んでいた可能性がある。この部屋の主は眠れないほど悩んでいた可能性がある。なんだろう。容疑者として、左側の女性が逮捕される。動機は自分を捨ててすぐに親友と付き合い出した被害者男性への復讐だった。彼女が出演したばかりというのは、ばかりというのがわかるのはどこか。はぁ。まあ、これかな？うん。このイラストね、この指輪の跡だよね、これ。これがもしも婚約指輪だったとしたら、ちょっと男クズすぎるね。うん。まあ、婚約指輪ではないとは思うんだけどね。まあ、エンゲージリングとかあるしね。うん。まあ、多分それとは違うんだろうと思うけど、もしも婚約指輪だったらね、そこまでして別れるとかも最悪だし。まあ、まずね、親友もクズか、これは。うん。だって多分、すぐに付き合い出したってことは、もう、左の女性と付き合ってる時から、なんか、ちょっと関係を持ってたりとか、まあ、それか、付き合い出した直後にもう、突撃したりとかね。うん。付き合ってたのは知ってるんだからね。ちょっと、女もクズか、これは。かわいそうに。まあ、この子だろうね。この子っていうか、これだろうな。ピザ2枚しか食ってない。1枚かあれ。全然ピザ食ってないじゃん。もったいない。彼女の左手には指輪の日焼け跡がある。ついこの間まで恋人がいたと考えられる。はいはいはい。被害者男性を恨み、睡眠薬を混入し、酒を飲ませた後、考察した。これはちょっと悩んだんだね、本当に。うん。だって彼氏と親友二人に裏切られたってことでしょ？いや、辛いよ、それは。うん。ちょっと同情しちゃうね。うん。お次の問題行きましょうか。はいはい。冬の終わり。あらまあ、冬の終わり。なんだろう。見てみましょうか。ちょっと気になるね。ちょっとワクワクしてるわ、冬の終わりに。なんか雪が溶けて死体があったんかな。雪が積もった冬の終わりに、山小屋の入り口で男性が倒れているのが発見された。男性が倒れている原因は何だろう。なんだろう。まあ、普通にこれか。まあ、普通にこの首の跡か。はい、正解。男性は後ろから刃物のようなもので首元を刺されたようだ。刃物。はい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 。なんだろう。今んとこでもこれしか見つかってないよ、怪しいところは。男性は、昨日か。昨日から山小屋に来ていたようだ。一人で来たことを裏付けているのはどこだろう。死亡推定時刻は今日の朝。昨夜から雪は降っていない。はい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 。っていうことは、この靴の跡ってことじゃないか？うん。靴の跡。昨夜から雪を降っていないってことは、
靴の跡が消えないってことなんだよ。ってことはまあこれだよね。うん。まあでも誰かいたんだよな。もうなんか殺害されてるってことは。なんだろう。そこい。雪についた男性は、男性じゃない、雪についた男性じゃない。足跡は男性のものだけ。男性を後ろから刺した犯人は、どのようにしに来たんだろう。まあでもこれはよくあるあるなのは、その足跡に重なるようにして歩くだよな。うん。なんかコナンの映画とかでもそれあったような気がするし、そのトリック。なんか同じように歩い、後ろ向きに歩いて、足跡をつけないみたいな感じのやつ。あったような気がするんだから。気がするんだからってなんだよ。まあでもそういうことだよな。うん。警察の調べで、これは殺人事件ではなく、事故死だということが分かった。あ、事故死！男性の首に刺さったものは何だろう。初めてじゃないか、事故死が出てきたんは。はいはいはい。なるほど。まあ、それはこれじゃないか、つらら。つららがね。結構鋭利っぽいし、刺さっちゃったりすんかね。うん。で、それが溶けちゃったとか。凶器は氷だから。そういうことかな。正解！はい、つらら。男性の首元に刺さったのは、鋭く尖ったつららだった。小屋から出て、勢いよく扉を閉めたのだろうか。はいはいはい、そういうことね。なんか扉を閉めた、その衝撃で、つららが落ちて、その下をちょうど通った男性が、つららに刺されちゃったんか。すごい確率だね。総合調べで、つららが落ちやすくなっていたことが分かった。その原因は何だろう。あ、それがこれか。うん、このランタンの熱。まあ、小さい火といえども、まあ、それでもね、極寒の地でね、この小さい火でも熱がね、高いから、まあ、変わっちゃうかな？溶けやすくなっちゃうかね。はいはいはい。これだろうな。初めて事故死出てきたね。おいおいおい。それもあるんだな。男性は持参していたタランタンランタンを入り口に置きっぱなしにしていた。一晩中ランプの熱を浴び続けたつららは、かなり脆くなって落ちやすい状態だったのだ。はい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 。これからは事故死もちょっと視野に入れないとね。うん。事件じゃな、事件なだけ、事件だけじゃないんだね。うん。次の問題行ってみましょうか。お次は30問目かな？じゃあ今回最後の問題。病室の侵入者。はいはいはい。見てみましょうか。病室の侵入者。気になるね。ある病院の個室で男性が死亡し何者かが侵入したという疑いが持たれた。しかし廊下の防犯カメラには怪しい人物は映っていない。犯人が侵入したとすればどこだろう。それはこれじゃないか。うん。まあ、この窓からじゃないかな。これ結構すごい部屋だな。これ結構多分上の階の方だよな。窓の感じからして。ちょっと斜めになってるから屋根に近いとかそういう場所じゃないかな。ちょっと結構高い場所なのに、どうやって侵入したんだろうね、これは。隣の病室とかからかな侵入したんかな。まあ、とりあえずこれだよな。うん。はいはい。窓も斜めになってるから、ちょっと屋根の方だとは思うんだけど、屋上とかね。ちょっと上の方は斜めになってる病院なんだね。おしゃれだわ。オシャンティホスピタルだね。防犯カメラの映像と病室の窓ガラスが割れていたことから何者かが外から侵入した疑いが持たれた。はい、持たれた。なんだろうね。どっからっていうか、まあ、どっから伝ってきたんだろうね。どういうことだろう。総合の調べで犯人が窓から入ったにしては不可解な点があることが分かった。それはどこだろう。まあ、それはこれじゃないかな。うん。まあ、さっき言った通りに高すぎる。正解じゃ不正解。違うんかな窓から入ったにしたら不可解な点がある。なんだろう。あ、鍵がないとか見た感じこれ鍵ついてないよな。まあ、それか、はめ、なんだっけ。そういう、開けられない窓。はめ殺しなんだろうな。なんちゃら殺しちゃってんね。うん。鬼殺しなんだろう。外側にも、ガラスの破片が広がってるとかこれは、あるか、でも。あ、正解だ！あれ？あ、そういうこと？ガラスの破片が病室内に多く飛び散っている。
しかし、ガラスの破片は割った側に破片が飛び散ることが多い。よって、今回のケースは、窓は外側ではなく、病室側から割られた可能性が高い。はいはいはい。まあそうだよな。うん。まあいいや、とりあえず次の謎行ってみましょうか。なんだろうね。窓は病室内の何かで割られたようだが、その痕跡が見当たらない。窓を割るのに使われた道具、その鍵となるのはどれだろう。はいはい。それはこれじゃないか？このバラ。バラかな？まあ、なんかこのお花だよな。だからこのお花を植えていた花瓶じゃないかな。捨てられてるし。今回持ち帰ればいいのに。はいはい、正解と。病室のゴミ箱には、まだ元気な切り花が捨てられている。ガラスの花瓶で窓を割った後、花瓶もあって証拠を隠しちゃうだ。はいはいはい、そういうことね。うん。なんで、その、痕跡を残したんだね、その病室ってか。持ち帰ればいいのにね、本当に。ちょっと、アホっていうかね。まあ、焦ってたんかな？うん。殺人とかそれを犯した時ってさ、あんまり冷静な判断できないっていうしね。うん。では、お次の謎が最後かな？ 4 番目。警察の調べで男性の死因は医療ミスだったことが分かった。それが分かるのはどこだろう？医療ミス？男性の死因は医療ミス。じゃあその証拠の隠滅を図ろうとしたんかな？その病院側が。医療ミスだったということが分かった。それが分かるのはどこか。なんだろうな。医療ミスの原因？な？お？お？ね、これかな？何？なんて読むか分かんないけど、とりあえずこれかな。わかんないけど。正解。まあ、それかこれか。点滴？正解！それがわかるのはどこだろうって言われたけど、正直言って分かってないんだよ。どういうこと？点滴のラベルが剥がされている。あー、なるほどね。そういうことか。これラベルの、あれか。俺、あれかと思った。あの、残りの液の量とかそういうやつのさ、イラストの、なんだろう。表現だと思ったら違うんだ。総合の調べで投薬を間違えた看護師が何者かが侵入したように工作したことが分かった。なるほど、そういうことか。はぁー。まあね、看護師も疲れたんかな。うん。大変って言うしね。残業も多いし。なんか、いろいろ人も少ないで、大変で疲れて分かんなくなっちゃったんかな。それが怠惰で、そういう、なんか点検、なんかちゃんとさ、多分指差し確認するじゃん。こういう時って。この人にはこのお薬とかそういうのを、やってなかったんかね、それを。もうただ単に置いてあるやつをつけたとか、そんな感じでやっちゃったんかな。まあ、ねえ。まあこういうのたまにニュースで聞くよね。医療ミス。まあ怖いね。はいはい、今回もやっていきました。夜景の代償、天空の撮影、三角関係の結末、冬の終わりに病室の侵入者。はい、読んでいきました。今回面白かったね。まあ割と、まあ今回新しく出てきたのが、事故っていう要素だね。事故っていう要素。冬の終わりにで。はいはいはい。今回は殺人事件とかそういうのも、そういうの以外にも、事故っていうのが出てくるようになったから、まあ、殺人だけじゃないっていうことも考えないとね。それでは、また次回、謎解き、やっていきましょう。バイバイ。